レインボーペガサスは日本の競争場。主な勝倉は2008年キサラギ賞。2011年関谷記念。2007年9月2日にデビュー。吉沢ステーブル育成スタッフの来年のダービー場というコメントや、状況でまたがった安藤勝美が絶賛していたことから注目される。しかし、デビュー参戦は北海道で芝の競争を使うも、 勝ち切ることはできなかった。四戦目、初ダートで、初勝利を挙げ、その後の持ちの気象では、レコード勝ちで二勝目を挙げる。朝日ハイフューチュリティステークスに登録があったが回避し、交流 J ープニーの全日本に最優秀に出走。しかし、いいで検診、ディラクエに抑えられ三着に終わる。2008年、久々の芝の競争である木更木賞に出走。 芝よりもダートでの活躍が印象強かったために人気薄であったが、見事な差し切りで重傷発生波を飾った。それまでは一回のダート馬という評価だったが、芝の競争でも過去に勝利こそないものの掲示板を外したことはなく、一概に不得意というわけではないことが証明された。その後続けて芝のスプリングステークスに出走するが、 伸びきれずに7着だった。しかし、サツキショーでは、先行勢有利の展開の上、前が詰まる不利がある中メンバー中最速の上り34.3の足を見せ4着に食い込んだ。競争後、安状の安藤は、楽に2着はあったなぁと悔しがるほどの手応えだった。そして、6月1日の日本ダービーに5番人気に、支持される。サツキショーのような末、 足を活かす競馬ではなく、先行して、レースを進めるも、直線で伸びず、ディープスカイの5着に終わった。その後、菊花賞へ向けて、函館競馬場で調整中だったが8月22日の、調教中に、右の友を拉致にぶつけてしまい、腸骨折りと、右腰角部、列走を発症してしまう。調教師サイドによると、前治は5から6ヶ月とみられ年内復帰は、 絶望的となってしまった。骨折休養明け初戦となった2009年3月8日の大阪城ステークスでは2番人気に押されたが、いいところなく7着に終わった。続く4月25日のオーストラリアトロフィーでは1番人気に押されるも、逃げるドリームサンデーを捉えきれず3着に敗れた。続く5月31日のメグロ記念では、道中3番手でレースを進めるも、 直線で伸びあぐねて4着に終わった。その後、準オープンクラスに高級となり、6月28日の、タルミステイクスでは一番人気に押され、道中逃げる者の,の直線で失速して8着に敗れた。その後、全日本2歳優秀以来のダート戦となった、リュートステイクスに出走したが、見せ場がなく13着と大敗した。その後、屈腱炎を発症し、 休養となった。休養明け初戦となった2010年11月20日の修学院ステークスではスペルバインドとの3着同着であった。12月19日の天ヶ崎ステークスでは2番人気に押されたが13着と大敗した。2011年1月15日の岩清水ステークスでは道中2番手追走の逃げるクレバー投手を捉えきれず2着に敗れた。 2月13日のアスカステークスでは2.3番手追走から抜け出すと後ろから追い上げてきたブラストダッシュを首差し押さえて3年ぶりの勝利を挙げた。半年の休養を挟んで出走した8月7日の関谷記念では後位追走から直線で早めに先頭に立って押し切り、木更儀賞以来3年半ぶりの重賞制覇を飾った。 9月11日の京成杯オータムハンデキャップでは、フィフスペトルの3着となった。10月22日の富士ステークスでは先手を奪って、逃げたが7着に沈んだ。11月20日のマイルチャンピオンシップでは、後位で追走したが直線で伸びず12着と、大敗した。休養明け初戦となった2012年8月12日の、関谷記念は、後位追走も、 直線全く伸びず16着と大敗。その後にそうした後、左第一四骨剥離骨折が判明、休養に入った。2014年11月の武蔵野ステークスで、約2年1ヶ月ぶりに復帰したが、再開の16着に敗れた。これが、最後のレースとなり、2015年3月13日付で、競争場登録を抹消された。引退後は、 三重県の名張トレーニングセンターで乗馬となる。母のギャンブルローズは京都品馬ステークスと中京記念で3着となっている。3区はレインボーペガサスのみでその後なくなっている。祖母の雪のローズは中山品馬ステークスカチューマである。ありがとうございます。